ご覧いただきありがとうございます。今回はエンジェルス12連敗、ナリーグ頂上決戦、アンドハートレード要求の3本です。現地6月5日、10連敗中のエンジェルスは、ジラルディ監督を2日に解任して以降、3連勝中のフィリーズとのシリーズ最終戦に臨みました。先発のパトリック・サンドバルがいいスタートを切り、打線も4回までに5得点、5回に2点を返されるも、8回までに6対2。 いよいよ連敗が止まる。現地5月24日以来の勝利というところで満塁のピンチ。マドン監督は今シーズン、買いまたぎの登板を控えてきたものの、5月27日以来登板機会のなかったクローザー、イグレシアスを投入。ホスキンスを仕留めて2アウトとするも、対イグレシアス5打数3安打、ホームラン2本というフィリーズの手法ブライス・ハーパーに満塁ホームランを浴びて同点。 ハーパーはこの一発で、対イグレシアス、キャリア通算6打数4安打、ホームラン3本、6打点、完全にカモにしています。それでもエンジェルス、9回表に勝ち越しますが、その裏2本のヒットでピンチを招くイグレシアス。ここでマドン監督、クローザーを交代する決断。後を受けたジミー・ハーゲット。この試合まで直近9試合を防御率0.61としていましたが、ルーキー、ブライソン・ストットにさよならスリーラン。 エンジェルスは5対0からの逆転というこれ以上ないダメージでの11連敗となりましたなおサヨナラホームランを放った2019年のドラフト1巡目全体14位のルーキーストットとブライス・ハーパーは年が5歳違うものの幼少期から家族ぐるみでの交流があり週末には一緒にフットボールを観戦して育ったというハーパーが親友と呼ぶ存在の一人そんなストットこの日がメジャー28試合目の出場 開幕戦出場は果たしたものの、その後、バッティングで結果が出ず、ヨハン・カマルゴ、ディーディ・グレゴリアスに出番を譲ることも増えていました。そんなストットについてハーパー、彼のために本当にハッピーだ。ここ数日、うちの若い選手たちを信用してプレーさせることができている。素晴らしいことで、それが今日、結果となって現れた。とし、さらに、ストットはプレーしなきゃいけないんだ。今に至るまで、高校、 大学、マイナーと毎日プレーしてきたんだから、そんな若い選手たちには毎日プレーさせなくてはいけないんだとしました。このコメント、さらにここ数日若い選手を信用して結果が出ている。ここ数日とするあたり、前監督ジラルディをチクリとやっているようにも感じられますが、とにかくフィリーズ、ジラルディ解任後4連勝です。一方のエンジェルスは2016年以来の11連敗。 5月15日には24勝13敗でアストロズと並び地区首位でしたが、この日の敗戦で27勝28敗、アストロズとは8.5ゲーム差、レンジャーズも迫ってくる中、ワイルドカードも圏外となりました。なお、マイクトラウトはキャリア最長の7試合、26打数ノーヒット。フラストレーションは溜まっているでしょうが、試合後は普段通り、ホームでのレッドソックス戦に向けてアナハイムへと、 おなじみのフライイトトツイートでしたそのアナハイムでレッドソックスとの4連戦シリーズ開幕戦初回大谷のヒットに続いてマイク・トラウトがレフト前へ連続ノーヒット記録はストップするもその後のダブルプレーで得点には至らずレッドソックスは3回ツーアウトランナー1塁からバスケスがセンター左へトラウトと中継のコミュニケーション不足かセカンドへの返球となり1塁走者が生還先制を許します 結局この1点を過去3年で66試合に登板し防御率5.11ながらも今シーズンはここまで8試合防御率2.43とキャリアベストのペースとなっているレッドソックス先発マイケル・ワカが守り抜き3安打完封エンジェルスは1988年に記録した単独シーズンの球団記録に並ぶ12連敗です そんなエンジェルスのシティコネクトユニフォームがこの日公式発表となりました。南カリフォルニアのローカルビーチとそのサーフカルチャーをセレブレートしたデザインとのことで現地11日のメッツ戦で着用されます。そのメッツは先週木曜日から西海岸遠征がスタート。まずはナショナルリーグ、僅差でメッツの上を行く首位のドジャースとの4連戦。第1戦、第2戦と連敗したものの、第3戦ではリンドの一発で先制。 2回にムーキー・ベッツの走者一掃タイムリーで逆転を許すも3回2点を返しさらにピート・アロンソの一発で再逆転ウォーカー・ビューラーを今シーズン最短2回3分の1でノックアウトするなど打ち勝って9対4で勝利翌日の第4戦も5対4で勝利しシリーズを2勝2敗で終えました両者は8月末からニューヨークメッツのホームでの3連戦も控えていますが その先、ポストシーズンで相まみえることも十分に予想しているであろうフランシスコ・リンドアは、現地6日から始まったパドレス戦で、三遊間を組むエスコバーが、最終回で最も難しいとされるスリーベースを放ち、サイクルヒットを達成、チームも11対5で勝利する中、5打数1安打、打率を2割5分8厘としています。 ヤンキースのミゲル・アンドゥハーが現地6月3日の試合後、トリプル a への降格を言い渡された際、他チームでのメジャーでの出場機会を求め、アーロン・ブーン監督に自身のトレードを要求したことが明らかになりました現在27歳のアンドゥハー、メジャー2年目の2018年、当時23歳で149試合、打率2割9分7輪ホームラン27本、92打点、OPS855 とブレイク。 新人王争いではエンジェルスの大谷翔平に敗れましたが同じくこの年にブレイクした21歳のグレイバー・トーレスと共にヤンキースの未来を背負っていく存在になると期待を集めましたしかし翌2019年右肩の故障で5月下旬に手術を受け残りのシーズンを全休2020年の短縮シーズンには外野守備レフトに挑むことになりますが開幕から14打数1安打と調子が上がらず 一度ロースターから外れるなど出場は21試合昨シーズンは手首の故障などで45試合の出場にとどまりました今シーズンは AAA でスタートしましたが4月26日にアーロン・フィックスの故障により昇格 AAA で49打席打率3割4分7輪出塁率3割9分6輪長打率5割5分1輪ホームラン3本と素晴らしい数字を残していただけにメジャーでの活躍が期待されましたが 出場はわずか2試合。5打数2安打でトリプル a に戻ります。その後5月23日、ジョシュー・ドナルドソンがコロナウイルス関連負傷者リスト入りすることで再び昇格。アンドハンはドナルドソン復帰後もメジャーに残りますが、この間にチームはカージナルス参加のトリプル a からマット・カーペンターを獲得。そのカーペンターが8試合でホームラン4本とインパクトを残し、 さらに、故障者リストに入っていたジャンカルロ・スタントンが復帰するということで、現地3日、アンドファーに再び AAA 降格が告げられていました。2018年の活躍から19年の右肩の手術、以降は3年間で78試合、打率2割5分3輪 OPS647、OPS プラス79、ヤンキースの外野陣ではアーロン・ヒックス、上位ギャラも苦しんでいますが、高額契約の両者に対し、 アンドゥハーは1年130万ドル。さらに今シーズンメジャー12試合、打率2割6分8厘、出塁率2割7分9厘、長打率3割1分7厘、ホームラン0。期間が短いことは大前提としてありますが、守備にも不安があり、そこまでのインパクトを残すこともできていませんでした。ただヤンキースは今シーズンでアンドゥハーをチームの都合で無条件にマイナーに送ることのできる3シーズン分のチームオプションを使い果たすことになり、 以降は昇格後マイナーに送る際にはウェイバーにかけなければならずそこで他球団に獲得される可能性がありますこの条件と使いどころのない現状を鑑みると要望に応じてトレードの実現もしくはシーズン終了後のノンテンダーの可能性も考えられますがどうなるでしょうかなおヤンキースは現地5月31日からのエンジェルス6月3日からのタイガースとの2カード3連戦ずつで 先発陣が抜群の安定感を誇り、それぞれの対戦をスイープ。6連勝とし、アメリカンリーグ東地区首位を独走しています。ご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃん、けん、ポン